緊急、中日ドラゴンズを止める方法を。ガチで強すぎる。12年9月以来、12年ぶりの3試合連続、ゼロ風勝利で、広島を3立て、3連勝で貯金に。どうすんねんこれ、強すぎる。ガチで強すぎるって中日。メジャーリーガー5人くらい連れてこんと、無理やろ。立浪ほんま、まともになったよな。投手陣打ち込まんと無理や。若手育成成功しとるし、阿部とは違うわ立浪は、普通に再建し始めてる。今までは、春の珍事ですらなかったからな。二軍も強すぎて草。中日が羨ましいわ。中日に憧れるのは、やめましょう。中日ずるいわ、若手育ってるし、しかも監督が急にまともになるとか、話が違う。Y も中日応援してればよかったわ。細川壊せばほぼ止まるぞ。立浪が本気を出したら、勝手に沈むぞ。立浪をなんかそそのかしたら、勝てそう。立浪は確かにまともになったよな、その代わりおかしな監督が一人、あそこに誕生したけど。ハマスタと神宮、攻略できたら、無敵やろ。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。